んにちは、オールジャパンメンズフィジーク、9月18日になりますね。コンテストなんです。今年ね、最終戦になります。はい。今ね、絶賛減量中でございます。はい。そしてですね、まあ、恒例のね、大会に向けての、フル食とね、トレーニング動画っていう、メニューとかっていうのをね、またご紹介っていうかね、まとめてみたいと思ってます。はい。で、直前の15日間ね、まとめてみたいと思ってます。で、今回の15日間ね、最終戦っていうのは、まあ、オールジャパンって全日本ですからね、というのもありますのでね、かなりね、自分の中ではね、真面目というかね、まあ、食事、特に食事ですけどね、酒も飲まずに、ストイックに今回はやりたいなと思ってます。はい。まあ、一応ちょっとは参考になるのかなと思います。で、まあ、今回のやり方なんですけど、まあ、2週間あるんですけどね、最初の前半週はね、ハードに、ね、いつも通り追い込みたいと思ってます。で、ラスト1週についてはですね、トレーニングのボリュームをちょっと落としながら、カロリーを少しずつ上げていくっていう、ちょっと体の疲れを抜いていくっていうようなね、1週間にね、していきたいなというふうにね、思ってます。はい。というのもね、やはりこう、減量とね、トレーニング一辺倒でやるよりも、ちょっと休んだ後の方が代謝も上がったりね、あと筋肉の張りも良くてね、コンディションも良くなったりしたのでね、今回はね、それを試してみたいなと思っています。はい。ではね、早速まず前半週の方ですね。はい。ご覧いただきたいなと思います。では。
just behind you. Everything has come so fast. Memories are all inside you, and you never met them back. I can feel that you're in through the world that you have made safe. You can feel what I mean now that you're here. Just know there's nothing to fear along the way. There's nothing I could say. Nothing I could say.
背中の種目やってるから思ってしまうね。背中で肩の近くに前を切っちゃうね。すごいな。あ、取れたかった。あ、Nothing I could say, nothing I could say.